カラスの方が3年、ね、卒業っていう形になりますけど、はい、いろんな思い出ある中で本当の青春時代の、はい、4人だったとは思うんですが、どうですか、改めて思い出ありますか。まあそうですね、まあ、3年間この座組で、僕はこの役をやらせていただいていて、まあ、ちょうど高校生活一つ分ということで、本当に学生生活をもう一度やったような感覚というか、私常々いいチームだなと思った3年間でした。それでその最後の公演が最強のチームっていうのは何の因果か、すごく素敵な巡り合わせでそんなタイトルになりまして、まあ僕たちが最強のチームだと思える3年間でしたし、今は本当になんか振り返れないぐらいバタバタでついたこともたくさんあったし、結構ギリギリまでは稽古をしていて、これあの愚痴じゃないんですけど、さっきあの和田さんも稽古方針をぶち壊してっておっしゃってましたけど、まあ、ぶち壊された方がたまったというところもあったんですけど、でも本当にだからこそ生まれたもの、本当に新しい配球っていうものがまた今回も出来上がったと思いますし、でもそれって多分僕らがやってきた3年間があったからこそできた新しい配球じゃないかなと思っていて、そこはなんか自分たちをすごくリスペクトしているというか、僕らがやってきたものが基盤になれてるんじゃないかなと思って、そういうところもすごく素敵なというか誇れる今回のポイントだと思っております。ご自身やっぱ俳優生活長いな、はい、3年間ってやっぱり長いじゃないですか。長いですね、うん、そうですね、20歳から21歳になる時ぐらいから始まった作品で、で、なんか今日別にサプライズとかなさそうだから言うんですけど、今日僕誕生日なんですよ。で、今日で一応芸能生活20周年ということで、すいません、なんか自分から言ったみたいなんですけど、でも本当に それを言いたいじゃなくて、それの20周年っていうところでこの作品が一発目にできたっていうことはすごくすごく僕の中では幸せなことで、こんなになんかやっぱり3年間汗かいて全力で作ってきたものをなんか僕の役者人生としては第2章的なところだと思うので、これからがそこで一発目にできたっていうのは本当にとても幸せなことだと思っております、個人的には。はい、あ、言ってなくて言った、あ、めっちゃブロックするんですよ気をつけます。気をつけます、壊れないように、ブロックがみんなが、えみんなに壊れないように支えます、僕が壊れるって何もう物じゃないから俺ら壊れない頑張るみたいです、壊れないように、まあ、それは見に来れば分かると思うなんで上からの急にお前突き放すの普段からこういうキャラなんですか。あ、もうこういう子ですよムードメーカーなので、でもカラスノの、マジで、いやでもみんなムードメーカーなんですよカラスノは。カラスノはいいじゃん、ありがとう。俺思ったんですけど、え、もういいっすか、崩して崩して、いや、始まりの巨人から思ったんですけど、カラスノめっちゃ仲いいですよね、マジで本当に仲良くて、いや、なんかもう楽屋で話してるみたいな本当に仲良くて、地方とか行く時もみんなでご飯行くんですよ。でもみんなで行動してるから本当に部活みたいで、だから、めっちゃなんだろう、もう部活みたいなんですよ。学べるの辛いです、ね、いや、辛いです、ね、なんなの、もうよくさ、中身が薄い話をずっとできるように仏教がということらしいです。はい、はい、意気込みは、意気込みは最後締めの、あ、締め、あ、そうか、そうか、菅さん、全然、あ、はい、本日はお集まりいただきありがとうございます。まあ、今日がケネプロで、そして明日から、44公演ありますけれども、本当にリアルな人間ドラマが
ある種一つ集大成というかを作れたんじゃないかなと思っています。先ほど和田さんもおっしゃってましたけども、本当に僕ら勝つつもりでいて、どっちが勝つとか負けるとか物語上は決まってるのかもしれないけど、そういうことではなく、どのチームも全力で1点にしがみついていて、全力で勝ちっていうものにこだわっている、そんなところはもうなんかもしかしたら役者っていうものを超えて、一人の人間としてなんかすごい熱量を持って演じるっていうところももしかしたら違くて、もっとリアリティのある何か生きるっていうことにつながるのかもしれないですけど、そんなところまでいけた作品ではないかなと思っています。本当に見ていただくことが一番なんかこう早いというか、音楽に関しても見て聞いて感じていただくことが多分一番この作品はいいことだと思いますので、ぜひ劇場に遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。ゲータ誕生日おめでとう。ありがとう。すごいな。向かって左横の方にもお願いします。みんなしてたの？そうそうそう、昨日一斉にメールできた。どうぞ。そう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 。最後めっちゃ頑張って繋いだんです。繋いでくれて。そういうの全然待ってて、りょうたろう長えな。まだ準備してないのかな。考えてない。左側の方にちょっとずつ目線をずらしててください。はい、よろしいでしょうか。じゃあ今度向かって右側の方、はい、お願いします。奥ムビーさんなのでちょっと動きをつけてください。よろしいでしょうか。よし。怖い。これ結構重いよね。一回こうして何出てきてるか分かんない。そう、はい、OK です。そんなもん何出てきてるか分かんない。何出てきてるか分かんない。危ない。すごい。最高の24歳に入りましたけど、このサプライズどうでしたか。いやもうあの本当にこうして今の光景見ていただいたと思うんですけど、これが最強のチーム、はい、カラスのだと思いますね。いやあ、本当に嬉しい。ちょっとマジでびっくりして。泣いた。嘘つくなよ。涙したって書いておいてください。記事に菅川号泣していただいて書いておいていただいて、いや本当にあの嬉しさとともに身が引き締まる思いです。みんなと一緒に大一人かけることなく全員で最後まで駆け抜けていきたいなと思いますので。応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。そうしましたら以上をもちまして囲み会議の方を終わらせていただきます。ゲネプロの方よろしくお願いします。だからカラスのメイクするの早かった。今日早いなと思ってた。やっぱちょっと思ってましたね。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.